こんにちは、茂木和也です。では今回のご質問です。浴室ドアがアルミでできています。水垢がついてしまい落としたいのですが、アルミにはクエン酸が使えないと書いてあるのですが、使えない場合は何で落とすのが良いですか、というご質問です。クエン酸がありますので、裏のですね、使えないものをちょっと確認してみますね。使えないもの、水洗いできないもの、漆器、革類、絹製品、金箔、鉄、アルミありますね。銅、真鍮、貴金属、宝石類、メガネ、大理石、コンクリート、モルタル、ニス塗りなどなどですね。うん、確かにありますね。でもですね、まあ、私も含めてアルミのところの水垢落としにクエン酸を使われてるって方結構いるのではないでしょうか。まあ、実際使ってみるとアルミが焼けて変色してしまうなんてことっていうのはないんですよね。ないっていうか、ないと言い切れない部分もあるかもしれないですね。ここに書いていますからね。だからリスクは非常に低いのかなっていう風な感じがしますね。まあ、もちろん商品にはそのように書いてますから、まあ、自己責任で使っているということになりますね。なので、まあ、水垢落とす方法ってこすって落とすか酸で溶かすしかないんですよ。で、酸で溶かす方法で、まあ、マイルドな方法、素材を傷めにくいものっていうのは酸性度がですね、強くないものになりますからね。そうなってくるとやっぱりパッと思いつくのはクエン酸になりますよね。トイレの尿石落としのサンポールのようなもの、塩酸入ってるようなものだともうすぐに焼けてしまいますけれども、まあ、今までの経験上からしてですね、まあ、そんなにアルミは焼けないのかなっていうふうに思いますね。まあ、こすって落とすっていう方法もありますから、まあ、そっちを試されるのもいいと思います。例えばメラミンスポンジとか、まあ、超人タワシ Z のような研磨力の高いスポンジ、超人タワシ Z ですね、まあ、このような研磨力の強いスポンジでこすって落とすっていう方法もありですけれども、クエン酸程度だったらもちろん自己責任になりますが、試してみるのも一つです。はい、それでですね、今回は実際にですね、クエン酸の洗浄液を作って、そこにアルミといえばこの1円玉を入れてみて、どんな反応があるのかを見てみたいと思います。反応があると気泡をブクブク出すと思うんですけれども、その程度ですよね。その程度が大きければ大きいほど変色しやすいと、傷みやすいということになりますから、それを見てみたいと思います。で、ここにですね、まあ、約 200g 200ml の水があります。これにですね、クエン酸を 5g 入れれば40倍希釈液、約ですね、40倍希釈液ができますね。計量スプーンがないので、まあ、目分量でやりますが、クエン酸 5g は小さじ1杯ぐらいですからね。また一体こんなところでしょうか。ちょっと入れすぎたかもしれないですし、まあ、ちょっとこれでやってみますね。そして溶かして、なぜ40倍希釈にしているかというと、まあ、掃除にクエン酸を使う場合は40倍希釈が基本だからですね。はい、はい、溶けたようですね。 pH 試験紙もありますので、どのぐらいの pH か見てみたいと思いますね。はい、2と3の間ぐらいですね。2と3の間ぐらい、はい、こんな感じですね。2と3の間ぐらい、 2.5 ぐらいでしょうか。まあ、そのぐらいの pH です。では1円玉を入れてみますね。はい、入れました。今のところ気泡は全然出てきてません。ちょっとこのまま放置したいと思いますが、せっかくなのでサンポールだとどうなるのかも見てみたいと思います。同じくコップにですね、サンポール入れます。まあ、この程度ですね。処分が大変ですから、そこに1円玉入れますね。うん、泡が出てくるんですよ、気泡が。わかりますかね、気泡が出てきてるんですよ。ちょっとお見せするのが難しいんですが、泡出てますが、確認できますでしょうか。小さな気泡が出てますね。うん、出てます、出てます。一方クエン酸の方全然出てないんですよ。全然でもないか。ちょっと気泡らしきものも表面についていますが、もう反応してできたものなのか、最初からある
気泡なのかもよくわからないぐらいのレベルですね。はい、サンプルの1円玉はこんな感じで気泡が出続けていますね。あまりやると1円玉がもったいないんで出して、この1円玉がさっきサンプルにつけてた1円玉なんですけれども、表面の状態を見る限りではほとんど傷んでないっていうか、傷んでないに等しいですね。でも明らかに気泡を出してましたから、なので長くつけておくと傷んでくるっていうことが確認できました。はい、クエン酸はまだ、あ、若干やっぱりですね、気泡が表面についてきてますか。ポツポツ気泡がですねついてて、その量が先ほどよりも増えてきたような気がしますね。だからその程度なんですよ、うん、その程度の反応の仕方なんですよね。もちろんこのクエン酸を出しているメーカーは厳しめに書きますよね、使えないものとかで。だってアルミを傷めるリスクがゼロということではないんですよ。1でも少しでもあればですね、やっぱりここに入れておかないとクレームになるわけですよね。そして弁償問題になったりしますから、やっぱりですねここに表記しないといけないんですが、使えないわけでもなさそうな感じしませんか。まあ、そこは判断お任せしますし、もし使うとなっても自己責任という形になりますが、ここに記載されている以上は。ただ結構使われている方いますから、そこはご判断お任せします。それと使えないものの中にコンクリートとモルタルってあるんですよ。まさにタイルの目地が同じようなものですよね。でも私はタイル目地についた水垢を落とすときには普通にクエン酸を使います。もちろん自己責任という形になりますけれども、だって酸使わないとまともに落とせる方法ないですからね。ただ注意はしますよ、まあ、クエン酸ではそんなに注意しませんが、例えば塩酸が主成分のような、まさにサンポールのようなものですね、酸性度の強くて塩酸がベースのようなものだと、もう本当に目地の種類によってはですね、もうすごく溶けていくスピードもですね早いので、もうそれこそさっき見てもらった以上にですね泡がブク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 出ますからね。それは注意が必要ですけれども、やはりですねそういった酸性洗剤を使う場合は、まあ、酸性度の強さもありますが、素材を選びますし素材を傷めるリスクはあります。ですからそこはですねくれぐれも注意をしながら、でも自分の判断で使うか使わないかを決めてですね、自己責任で使うしかないですよね。まとめますと、アルミについた水垢を落とす方法は2つしかなくて、こすって落とす方法、そして酸で溶かす方法。こすって落とす方法であればメラミンスポンジとか、あとは超人たわし Z のような研磨力の高いものでこすって落とすと。ただしアルミはですね柔らかいですから、あまりにも硬いものでこすってしまうと傷がつく可能性がありますから、そこはくれぐれもご注意ください。そして酸で溶かす方法、これはクエン酸はですね使えないわけではないです。メーカー側は使えませんとなってますが、そこは使うか使わないかご判断はお任せしますが、使う場合は自己責任となります。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。という感じで、私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたら、チャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです、はい、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。